東海環状自動車道からこんばんは。まあタイトルやねサムネの通りだと思うんですけど、まだちょっとどうしようか決めてないんですけどね、まあその通りだと思うんですけど、群馬へ行きます。まあ何年ぶりかな、4、5年ぶりなのかな、かなりね、久々なんですけれど、そしてねさらに、まあ、今回、電気機関車とディーゼル機関車が、まあ、最後っていうことで、まあかなりの人出が予想されるんですけど、まあ覚悟の上でね行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。おはようございます。右側が安中駅付近ですね。今安中の、市街地走ってます。時刻はね、5時40分ですね。もうすぐ撮影地に着きます。いや本当にねびっくりしましたよ。まさかね直前にあんな雲が曇られるとはね、もう危うく直前に曇られるとこでしたよ本当に。でもネタありがとう。まあとりあえず横川駅行ってみよっか。もう今曇っちゃったねだいぶ。みんな横川駅へ向かうんでしょうかね。結構混んでますね道路で。結構雲が湧いてきたんで午後から結構やばいかもね。
ですね。いや、峠の親子飯なんてあるの知らなかったですね。美味しかった。じゃあ、まあ近くだけど、横川駅行きましょう。目的地は右側にあります。ちょっとね、昨晩もう夜な夜なずっと走ってね来たんで、さすがに疲れたんで、しばらくね撮影後はちょっと車の中で休んでました。で、まあ曇ってはね、曇っちゃったんですけれど、まあ晴れたとしてもどうせね、巡行にはならないですし、まあ変にマンダーラにならなかったので、まあいいとしましょうよね。今日は、横川行きに、EF64 型の1001号機かなで、高崎行きに、DD51 の895号機かなが、入ってくれました。まあこの今日入ってくれた2両は、まあ営業運転、まあ今日が最後っていうことなのかな。まあ今日はね早めに寝て、また明日に備えるとしましょう。そうしましょう。いやー、お疲れ様でした。明日も頑張るぞ。
おはようございます、今朝も寒いです。で今のところ、天気はいいですね。どうなんでしょう、このまま晴れで撮らせてくれるんでしょうかね。でまあちょっと撮る場所迷ったんですけど、今日もね、今朝も安中鉄橋で撮りたいと思います。今信越本線を交差、またぎます。いや昨日はもう本当ヒヤヒヤもんでしたけど、今日はね本当に文句なしの快晴で撮ることができたんでバッチリです。良かったです。0051842に、最後の雄姿を収めることができました。良かったです。いい写真は撮れましたでしょうか。じゃあ次行きましょう。沖の屋もありがとうございました。次また来ます。ありがとうございます。それじゃあね次、最後のね撮影していきたいと思います。移動しましょう。右側が、西松井田駅ですね。
はい、というわけでね、今回の撮影が、全て終わりました。あの高崎の高崎じゃない今群馬っていうか、あの車両基地の名前が変わったでね、もうつい高崎って言っちゃうんですけど、そのね群馬の、EF64EF65 そしてね0051の、営業運転が、まあ、今回が最後だっていうことでね、まあ久々に、撮影したんですけど、最後のね雄姿を、記録させていただきました。まあなんか寂しい気持ちもありますけどね、やっぱりまあね2日間、楽しい撮影をさせていただきましたね、本当に良かったです。今後はまあ SL はね、まあここも残るとのことなんですけど、今後どうなるのかよくわからないですけど、まあ注目したいと思います。まあ昨日はね天気危うかったり曇ったりしたんですけど、今日はねもう本当一日中快晴でした。今ね薄い峠を攻めています。でこれから帰ります。動画がねちゃんと上がっていれば、まあ、無事に帰ったっていうことです。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いやーお疲れ様でした。そしてありがとう。